京成自動車工業株式会社とは、京成グループに属する特装車製造メーカー。通称は、京成事項。1944年創業。本社所在地は、千葉県市川市東山都電2丁目5番3号。本社前の京成電鉄の停留所名はかつて、京成事項前であったが、1985年に、本社の向かい側に、 市川市文化会館が開館すると同時に文化会館に解消された。各種検診者レントゲン車や特殊救急車などの医療貿易車、放送中継車や衛生中継車、イベントカーなどの設計、製造を行う。特に放送中継車においては国内の車両をほとんど手掛ける。かつては親会社の京成電鉄を中心にバス車体の製造も行っており、 自社設計の車体の他西日本車体工業のライセンス車体も製造していた。京成車体仮想のイスズ BU10 型京成電鉄、西船橋駅北口1948年から1972年までの間はバス車体の製造を行っており、千葉県下のバス事業者のみならず、ハトバスや東京都交通局にも同社製造の車体を仮想したバスが納入されていた。 これらの車体は、形成車体とも呼ばれた。初期は、自社設計の車体を仮装しており、その中でも1963年に製造された、ハトバスの車両は、スーパーデラックスバスと称したガラス面積の大きい車両で、元来特殊車両を多数手掛けていた、形成事項の技術力が活かされたものと言える。1961年には、西日本車体工業と、 技術提携しており、1967年以降の形成時効性の車体は、西日本車体工業のライセンス生産によるもので、通常の路線バス車体は、西高車体と、ほぼ同型の外観となった。京成電鉄に最後まで残存していた、京成車体仮装のイスズ BU10 が1987年に、廃車となり、量産タイプの形成車体を仮装したバスは、 過去のものとなった。しかしその後も、ファンタスティックバスの生産は、東京特殊車体ほど目立たないもののいくつか手がけている。神戸市交通局のボンネットバス、コベッコ通用号レプリカベース車、イスズフォワード特筆すべきものとして、ボンネットバスのレプリカ製造が挙げられる。これは、神戸市交通局で保存されていた、ボンネットバス、コベッコ号が、 ディーゼル排出ガス規制により車検更新が不可能となったため代替車両としてイスズフォワードをベースにレプリカ、コベッコ通予号を製造することになったものである。形成事項が1993年5月に車体製造を受注し、1993年8月に納入した。現代の車両と違い平面的な部分が少なく、車体のほとんどが板金叩き出しとなっている。 しかしその後、小別個通用号も排出ガス規制の対象となったため、2006年1月にディーゼルエンジンを CNG 仕様に改造している。ありがとうございます。